8月17日午前10時25分モーニングショットをお届けしたいと思います。本日でございますが、ドル円は144.7060で買いから、指し値は68の買いで入れております。144.35でストップ、144.95、145.05で利食い、ユーロドル 1.10 ちょうど、 1.1010 で売り、 1.1035 でストップ、 1.09.7060 利食い、ユーロ円は158.9585で、買いから、158.60ストップ、159.1525利食い、ユーロ円の買いは158.85で指しております。ポンド円、183.10ちょうどで買いから、182.75でストップ、183.90、184ちょうどで利食い、タイドルは 1.271020 売り、 1.2745 ストップ、 1.26.5040 利食い、 OGM 94.2010 買い、 93.80 ストップ、 94.6575 利食い、タイドルは 0.65.4555 売り、 0.65.65 ストップ、 0.65 ちょうど、 0.6490 利食い、ニュージーエン86.8575買い、86.50ストップ、87.3545利食い、タイドル 0.604050 売り、 0.6070 ストップ、 0.59.9585 買い戻しのイメージを作りました。まあ朝方一旦上を突っかけて144.894まで買いましたが、そこから崩れてですね、今下がってまいりまして、144.70の前半までタッチをしております。まあ145円のストップが多分ありそうな雰囲気はあるんですけど、それをつけに行って若干失敗したかなっていう感じですかね。今89をつけてから、すいません、下がって一番7374割れのところですかね、ごめんなさい。70台はもっと早い時間帯でした、失礼しました。まあとりあえず一回買いで参加して、一回リグった後、そこからは若干ちょっと売り目線で考えてスキャルピングでちょっとやって、なかなか下がってこないんで、やめたら今75台まで下がってまいりましたか。まああんまり突っ込んでね、深くまで売れないし、まあ自分とすれば、とりあえず、70割れたところを一回買ってみようかなという気はしておりますが、まあスキャルピングで利食いをですね、4.98で置いてますけど、まあそこまで引っ張らずに、68買ったら多分の私75の手前ではやめるような気もしますけどね。あんまりもう引っ張りません。今日お休みですし、マーケット場が薄そうな感じもしますので、あまり無理はしないようにと思っております。簡単でございますがモーニングショット、これで終了です。また本日何かございましたらぜひよろしくどうぞお願い申し上げます。それでは失礼します。